つこう来るか分かんないやつ。いや、今週も始まりました。水曜のブレイクのお時間でございます。毎週水曜日はプレミア公開、はい、プレミア配信、プレミア公開の時間でございますね。毎週土曜日には生配信やってるんですけども、はい、それの収録バージョンということで、はい、今夜もブレイクの水曜日バージョン、水曜もブレイクのお時間でございます。はい、まあ、ブレイクって言ってるぐらいなんでね。はい、NG なし、台本なし。ね、あの思いついたことを喋る時間でございますね。あ、まあそうだね。そうそう、何でもその時に思いついたことをペラペラ喋るっていうお時間ですね。うん、ペラペラ喋るお時間って言ってるけどさ、はい、私たち本当はミュージシャンよ。本当はっていうかミュージシャンだよね。そうミュージシャン。あのさ、この番組見てる人、あの初めて見た人さ、同じ、はい、さ、お揃いのさジャケット着てんじゃん。そうだね。ね、でもペラペラ喋るわけじゃん。うん、なんかちょっとあれ喋り専門みたいな、漫談やる方ですかみたいな、ね、なりがちじゃん。でもね、もう冒頭に言っとかないとと思って、私たちはミュージシャンです。これ何、あ、これ、これ、この勝訴みたいなやつ。あ、これそうそう、ミュージシャンです。そう、はい、あの初めて見る人も常連さんもね、うん、もしかしたら知らないかもしれないんですけど、はい、あの私たち岡っぱみゆきとメガネズっていう音楽コンビ、そうですね、音楽ユニットやってまして、私が歌を歌う人、曲の作詞作曲と歌を歌う人、はい、で彼が、まあ、アコースティックギターを弾いたりベースを弾いたりする、はい、あとは編曲、ね、曲のアレンジをする人、はい、っていうコンビです。そういうコンビです。そうだから漫談やる人がメインではないです。強く言いたい。でもこれ配信をさ、うん、やるようになってさ、うん、もうこのまあ、いわゆるフリートークっていうんですか、こういう。うんうんうん、フリートーク。フリートークをすることが多くなってから、うん、いつの間にかそういう二人組みたいになってるよね。そうなのよね。話、なんかよくわかんないけど、ペラペラ喋ってる二人みたいな。そうなのよ。でさ、たまにさ、で、このね、ライブ出てくださいとか、このイベントに出てくださいって言われて、はい、時間が短い時に、はい、あんま喋んないね、曲とかさ。そうね、やるじゃん、曲がメインだからさ。30分ステージが大体メインというかよく多いパターンだ。そうだね、うん、出てくださいって言われた時ね。そうそうそう、30分でさ、やっぱ4曲5曲演奏しようってするじゃん、うんうん、いっぱい曲聴いてほしいから、うんうん、そうなるとさ、 MC ってさ、おしゃべりね、喋る時間、うん、喋る時間ってさ、2曲やって3分、うん、最後の曲やる前に2分とか、 そうだね、それぐらいだもんね。そう、5分でさ、もうこの収録3分経ってるからね。そうだよ、サップ喋ってんだよ、サップ。でね、その普段この配信を見てる方が、はい、そういうイベントとかの私たちのライブをさ見に来るとさ、 はい、あんま喋んないからどうしたんすかってたまに言われるもん。確かにね、今日あんま今日喋れなかったっすねみたいな。でも難しいところでさ、うん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 、例えばさ、うん、そのよくあるライブハウスのブッキングライブってあるじゃん、はいはい、いろんなインディーズのバンドがさ、同じ日に30分ずつ交代で出てくるみたいな、はい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 、にさ、他のバンドはさ、うん、もう1曲2曲演奏してさ、うん、名前だけでも覚えててくださいみたいな感じで、うん、バンド名言ってさ、うん、3曲目4曲目演奏するじゃん、うん、うちら二人さ出てってさ、どうもおかっぱみゆきとメガネズですってやってさ、うん、昨日さとか言い出したあの二人何ってなるよね。でも印象残るかもしれないね。今日さ、なんか家帰ってさ、ご飯とみんな食べてる時、今日さライブハウスにさ音楽ライブ見に行ったはずなのに急に漫談始めたやついてさ、おかっぱなんちゃらとメガネなんちゃらって名前だったんだけどみたいななるかもしれないよ。で曲もさ一応演奏してさ、うん、2曲3曲演奏2曲かな、うん、多分演奏して、うん、45分の配信でさ、うん、時間ないから1曲しかできないとか言ってるからね。そうだよ、あの気をつけないとね、その30分の持ち時間中25分喋っちゃうからさ、はいね、これはね由々しき事態、由々しい、由々しい超由々しい、うん、気をつけないと。コロナが明けてね、そう30分ステージのライブに出るようになった時にまずどうやってスタートするか問題があるよね。いつもねこの番組の時とかはさ、こんばんは、おかっぱみゆきとメガネズですから始まるからさ、もうそれでさ 10秒ぐらいロスってるから、どうする？バンドってさ
ライブやるときさ、うん、あの SE って言ってさ、はい、入場曲出囃子がさ、うん、流れんじゃん。かっこいい曲とかさ、あ、はい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 、好きなバンドの曲とかさ、ちょっとやってみる。 SE 入ってくるところ流してやるじゃん。ちょっと私バンドのさ、いや、バンドのさ、バンドマンやるから SE やって、口でいいわ。はい、お願いします。いや、俺これいい、どっちでもいいよ。はいはい、どうぞ。ドドパン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 。これバンドマンの一般的なやつね。一般的なバンドマンの入り方。うちらどうする？うちらは SE は流そっか。流す。SE 流してさ。うん。どうやって入ってくる？ちょっとちょっと、私がドドパン言うからやってみて。うちら待って、まずさ。ワカップミートメガネでのライブの場合はさ、うん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 、サポートメンバーの人たちがいる体だと、うんうん、サポートメンバーの人たちはもういるの、スタンバイしといてもらう。分かった分かった、いいよいいよ、巻き込ませるの。一回そういうことにしよう。一回そういう過程にしよう。じゃあドドッパーするから、ちょっとじゃあシルさんが思うオカッパミートメガネズの入りやっていくよ。はい、ドドパン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 、どうもオカッパミーキとメガネズです。ね、ねえねえ、おかしいおかしい。あのさ、あのさ、漫談の人って思われないための入り方のやつじゃなかったの？でも今みたいな自然じゃない？まあね、あの素だよね、きっとね。前さ、よく出てたさ、町田のライブハウスあるじゃん。はいはいはい、プレイハウス。あそこは、うん、あ、でも、プロジェクターって言って幕が、そうだね、降りてる、ね。降りてる場合もあるもんね。うん、だからドドパンドドパンで、幕が上がってるじゃん。で上がっていって、うん、サポートメンバーの人たちはさ、こうやっているかっこよくかっこよく待っててくれる、うん、ドラムセットに座って、うん、鍵盤の前に座ってる、うん、あ、開いてからどう回って入ってくるの？開いて、うん、開いたら、うん、ガチャって開けて、うん、どうもって二人で、ちょっと二人でやってみようか。はい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 、いくよ。どっちが先？待って、でも新ロッカーじゃない、下手が俺だから。そう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 、はい、いくよ。ドドパン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 ドドドドドドメガネズです。完全に漫談の人じゃんこれ。お笑いの人じゃないこれ、完全に。でもさ、うんうん、うちらがライブやるときにさ、うん、曲からスタートするか、うん、トークからスタートするかって、はいはい、だいたいトークからスタートするじゃん。そうなんだよね。しかもね、あの SE とかなくて、うん、普通にセッティングが終わったらぬるっと始まってるよね。機材、楽器の準備ができたらさ、うんうん、準備できた、できた、できた、じゃあ始めやるかみたいな、どうもみたいな、そう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 流れね、あ、今始まった、ぬるっと始まったみたいな、お客さんね、なんていうかね。でもだからといってどうもで出てくのも、うん、ちょっと照れるよね。じゃあ、あの一回セッティングしてさ、はい、そのかっこよく入ってくるためにさ、一回引っ込むのが恥ずかしいんだよね。あ、逆にね、セッティングして、そうそう、準備できたら、うん、準備できたって確認して、うん、ステージ上で、どうもやっぱこれなんだ、どうもやっぱこれなんだ。それか、うん、何がいいのあるかな。それか、うん、はい、おかっぱみゆきとメガネズです。何それ、なんかすごいスンってスンって、なんか何もなし、なんか何も引っかかりもなかった今、ね、あれこんなんの、シェルさんがあの、はい、カチンコ持ってさ、あ、本番、本番、ごめん、前4、3、2ですの。毎回やるの。そう、本番5秒前、あれ、あの人スタッフさんかな、スタッフさん、あの人、2、あれってどうも出演者みたいな、スタッフかと思ってたみたいな。いいの考えてみましょうか。ね、面白いね。コロナ明けに向けて、うん、一番大事な準備かもしれない。そうだよ。だってさ、ライブの最初だからね。スタートだからライブ。確かに。ね、どう、ほら、第一印象で大事やん。第一印象って。なんで笑ってんの？何が？第一印象。うん。そうだね。初めてそのライブハウスで見る人もいるわけじゃん、私たちのことをさ。確かに。初めましての人もいますよ。第一印象大事だから。確かに。これね。なんだか SE 作るのも大変だもん。いらないじゃん。結局今まで通りだね。
まあ準備して、うんうんうん、準備できたら拍手だ、うん、どうもーって行く、なんか拍手で始める、いいよ、みんなが拍手するまで続けて、うざいねそれ。だってさ、全然ファンでもないさ2人組が出てきてさ、何何何か、あの青いジャケット着てんじゃんあいつら、なんか拍手始めたけど、何あいつらだけ拍手してんの、始まんないのこれライブ、30分拍手みたいな、え今日私音楽ライブ見に来てんだけどなっちゃうじゃん。そんな嫌な人いる、いるかもしんないよ、世の中にいろんな人いるからさ、うーんねえ、はい、あと1分ぐらいで、ね、あ本当に、そっか今日なんかあんま話進んでないね、まあ、コロナ明けに向けてね、ね、そのどんな始め方があるかっていう情報を集めてみましょうか、じゃあ。そうだね、今後ね、忘れるかもしれないけど、そう忘れたら忘れたで、忘れるの忘れるかもしれないけど、うん、その時はその時だ、気にしとくだけでもいい、そうだねそうだね、うん、ワルフルズどうやって始めたっけ、この前見に行ったワルフルズ、あの曲が流れたね、あーそっかそっか、あ、なるほどね、うん、そうなるの、じゃあでもうちのはいいんじゃない、これでドドパンドドパンド、これでいいんじゃないね、あの自分らしくいきましょう、まあ、これが自分らしいかどうかの謎だけど、まあ素だよねということで、皆さん15分間の番組を楽しみいただけましたでしょうか、はい、残りね3分ぐらいになってきたので、はい、エンディングテーマで終わりたいと思います。ひろくん曲紹介お願いします。それでは聞いてください、唇に言うところよ、ブルーブルー時の合言葉、ただ。
ますので、ぜひ見てちょうだいね。